ヤン・ステナ・ルードは、ノルウェー・アーケ・シュフンス・ケン・フェッツン出身の、アメリカンフットボールの元選手である。現役時代のポジションは、プレースキッカー。AFL のカンザス・シティ・チーフスに入団後、AFL と NFL が合併し、NFL 入りした。1967年シーズンから1985年シーズンまで19年間プレーした。ノルウェー出身者として、 初めて NFL でプレーしたステナルードはプレースキッカーとして初めて NFL でインドを入りした。ステナルードはノルウェーアーケシュフスケンフェッツンで生まれモンタナ州立大学へスキージャンプの小学生として留学した。1964年の秋、ステナルードはフットボールスタジアムの海岸でスキージャンプのトレーニングのためにランニングをしていたが、 クールダウン時に怪我をしていたフットボール選手とボールを蹴っていた。そこを大学のバスケットボールのヘッドコーチが通りかかり、ステナルードの脚力に気づいた。そのヘッドコーチが、フットボールのヘッドコーチにステナルードの存在を教え、チームに合流することになった。その後のスキーシーズンが終わるとステナルードは1965年の春キャンプからチームに合流し、その後の試合では、 当時の大学記録となる59ヤードのフィールドゴールを決め、ライバル大学との試合の勝利に貢献した。ステナルードはその年、フットボールとスキージャンプの両方で、オールアメリカに選ばれた。チーフスのリング・オブ・オーナーに掲げられているステナルードは、AFL のカンザス・シティ・チーフスから3巡目指名を受け、プロ入りした。当時は、他のポジションの選手が、プレスキッカーを兼任することが通常であり、 フレースキッカー専門の選手として入団した初めての選手となった。ステナルードは当時のキック成功率は5割前後だったのに対して7割を超える成功率で他のキッカーを圧倒した。1969年、チーフスは合併前最後の AFL チャンピオンとなり、第4回スーパーボールに出場した。この試合でチーフスが勝利し、 スーパーボール初制覇を果たしたが、この試合で、ステナルードは3本のフィールドゴールを決めて、チームに貢献した。このうちの48ヤードのフィールドゴールは、第28回スーパーボールで記録更新されるまで、24年間最長記録を保持した。その後、2チームを渡り歩いたステナルードは、1985年シーズン、限りで引退した。ステナルードは、 チャーリーゴゴラック、ピートゴゴラック兄弟と共に、プロフットボールでは最初のサッカースタイルのキッカーであった。それまでのプレースキッカーは、ストレートスタイルである、トーキックで蹴っていたのに対して、インステップキックで蹴っていた。レギュラーシーズン。ありがとうございます。